広川隆一、広川隆一、広川隆一、1943年9月5日台は、日本のフォトジャーナリスト、戦場カメラマン、市民活動家、フォトジャーナリズム月刊誌デイズジャパンの元編集長、同志発行の株式会社デイズジャパンの前、代表取締役及び前、取締役、有限会社、広川隆一事務所代表、日本中東学会、 日本写真家協会、日本写真協会、日本ビジュアルジャーナリスト協会、ジャヤ、各会員。パレスチナの子供の佐藤運動顧問、チェルノブイリ子供基金、元代表。認定 NPO 法人沖縄、九尾の里本名より次長。中華民国天津市で、出生、2歳の時に引き上げ、小学校入学以前から、大阪府羽び野の江賀野のに居住した。 東京都世田谷区在住。1956年9、高須町立小学校、現、羽び野市立高須小学校卒業。1959年、羽び野市立高須中学校卒業。1962年、大阪府立一区の高等学校卒業。1963年、早稲田大学教育学部に入学し、1967年、 早稲田大学教育学部卒業。なお、広川は、大学在学中に、和系塾の南寮と称する男子寮に入寮し、入学当初は、総大んの会で活動を行っていたが2年生の、時に、カメラルポルタージュ研究会と称する、ドキュメンタリークラブを、打ち上げた。また、広川は、文途系の学生運動を行っていたと主張する、者もいるが、ノンセクトラディカルとして、 学生運動を行っていたと主張する者もいる。やがて広川は映画会社から就職の内定を受けていたにもかかわらず、内定を辞退し、卒業後の1967年にイスラエルに渡航、農業ボランティアの傍ら、ヘブライ語の学習に精を出す。広川は渡航当初、コミューン的な生産、生活形態を進める共産主義的な器物に対し憧れを抱いていた。 広川がイスラエルへ渡航してから2週間後、1967年6月に第三次中東戦争が勃発、イスラエルがその戦争に大勝利を収める。広川が滞在していたキブツダリアにおいて、ダーリアとアイコールラウハーまたはダーリアとアイコールラウハーというパレスチナ人の存落の廃墟を発見したことなどにより、 イスラエルによるパレスチナ人に対する過酷な人権侵害を知るようになり、親、パレスチナ的な態度を取るようになった。イスラエルにおいては、マツペンというハンシオニスト的な政治団体で活動を行っていた。エルサレムでハンシオニズム写真展を開催した後、1970年帰国。以後、中東諸国を中心に取材活動を行う。1982年、 レバノンの西米ルートにおけるファランジストというマロン派、キリスト教徒主体のレバノンウ派民兵によるパレスチナ難民の虐殺、サブラー・シャーティーラーの虐殺を含めた第一次、バノン戦争に関する取材を行い、読売写真大賞を受賞。翌83年、同写真で愛知国際報道写真展大賞、金賞受賞。日本帰国後に戦場カメラマンとして、 イスラエルや原発に対して批判的なスタンスを取り始める。一時は立教大学において非常勤講師を務めた。講談社のデイズジャパンにイスラエルのビジネスマン、アイゼンベルに関する記事やダイヤモンドシンジケートの取材、チェルノブイリの現状、731部隊などに関する記事を掲載。また日本テレビ、NHK などで チェルノブイリや中東に関する報道番組を多数制作発表する。また報道に徹するだけでなく各地で救援活動を行っている。チェルノブイリ子ども基金代表、設立時、パレスチナの子供の里親や運動顧問、設立時は代表を務めた日本ビジュアルジャーナリスト協会世話人代表等を歴任。全国各地で講演を行っている。 2002年7月、日本ビジュアルジャーナリスト協会、ジャイア設立、世話人代表、2004年9月、後大会。2003年12月、廃刊になっていたデイズジャパンを再創刊すべく、株式会社デイズジャパンを設立。代表取締役社長を務める。2004年3月、フォトジャーナリズム月刊誌、デイズジャパンを再創刊する。 編集長を務める2004年4月号から2014年9月号まで。2007年7月、第21回参議院議員通常選挙に東京都選挙区から立候補した川田隆平を応援した。2008年、パレスチナ難民発生から60年の歴史を記録した劇場映画、パレスチナ1948のクバ、日、A、ふツ、アラビア語版。 DVD ボックス30巻日英版を1コマサポーターズの支援で制作。2011年戦場カメラマンという仕事という書籍に寄稿している。イスラエル、シオニストを批判する立場でパレスチナ問題を取材し続けている。チェルノブイリ事故以来は25年以上にわたって取材し、原発に反対する活動を行っている。福島第一原発事故の後は、 主に日本の原発や放射能に関する諸問題を取材するから、福島の子供が放射能に汚染にされているとして、救援活動を行って、福島の子供保養プロジェクト、NPO 法人沖縄、九尾の里名より次長になった。2012年7月5日、かつて代表を務めたチェルノブイリ子供基金から、福島県の子供たちを、 福島第一原子力発電所事故の影響の少ない沖縄県の久米島において保養させるプロジェクト NPO 法人沖縄九尾の里を発足させた2014年8月デイズジャパン2014年9月号をもって編集長を丸い春に交代した2015年12月広川の戦場カメラマンや 政治活動家としてのこれまでの足跡や生き方などを描いた広川隆一人間の戦場と称するドキュメンタリー映画がリリースされ、広川はこの映画に出演した。2018年12月、週刊文春は広川が複数の女性に性行為などを強要した疑いがあると報じた。広川は写真を教えてあげるなどの名目で女性をホテルに、 呼び出して行為に及んでおり、女性たちは広川が報道関係者との人脈が広く、また同編集部内で些細なことで激行し、理不尽にスタッフを怒鳴ったり罵倒したりするなど、貴重の激しさを見せたことから、機嫌を損ねたら報道の業界で生きていけないという心理状態に立たされ抵抗することができなかったとした。広川は文春の取材に対し、 女性側の主張を否定したが、掲載号の発売後、女性たちに謝罪し、競技の末株式会社デイズジャパンの代表取締役及び取締役認定 NPO 法人沖縄、キュービの里の名より事長を解任されたと述べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。